リッサン。ほいほい、というわけで、今日もやっていこうじゃないか。時岡、ゲームスタート。今日はね、なんと、今日はなんと、お友達じゃないか。夜食のお友達。一口、一口餅食感チーズ買ってきた。セブンイレブンで。セブンイレブン、ローソンやったかな？ローソンかなんかで買ってきました。ちょ。ゴゴチなんだっけなんだっけな、何やってたんやったっけ大人になったんやったっけとりあえず。で、その間に世界が変わっちゃったよ、みたいな感じやね。まあ、とりあえず、外に出てみましょう。行こう。なかなかダークやの。行こう。はん。え、あれ、これどっから降りんの。え、あ、いけた。よしこ。あ、なんかナビーが言ってる。シークの言ってたことを信じて、かかりこ村行ってみる。まあ、とりあえずかかりこ村に行こう。かかりこ村ってあるよね。一番初めの村やったっけ。あらー。え、なにこれ。なに、ゾンビいるんやけど、怖っ。街中にゾンビいるんやけど。恐ろしい。あらー。ゾンビだらけになっちゃって怖いわね。あ、ね、まったく世界ってこんなに変わっちゃうの。一週間ぶりだぜ。されてんな。誰だか、めっちゃ怪しいやん。おお、なかなか性のいい兄さんだ。たくましく、おまけにいい男。へへ、芋けんぴって言うんだろう。芋けんぴです。へへ、驚くなって、おいら人の心が読めるんでね。おいらも兄さんみたいにかっこよかったら、ちょっとは違う商売できたのにね。ひひひ、おいらの店は、ハエラル唯一の、ゴーストショップ。こんなビジネスができるいい時代になったのも、ガノンドロフ様のおかげ。ひひひ、7年か、そう、7年間寝てた。ああ、もっと悪くならねえかな、この世界。ポーは、墓場や、草原に出没するこの世を恨んで、恨み抜いたそんな奴らの魂の塊。兄さんもポーを捕まえたら高く売ってくれよ、いいひひ。ゴースト集めて何してんやろ、この人は。この人は何をしてるんだろう。よいしょ。あ、全然壺割れへんねんけど。よいしょ。あ、回復した。あ、大きくなったね、リンク。結構大きくなった。あと、壺の数減ったね。めちゃめちゃ壺の数が減っちゃった。まあ、こっからリンクの旅が始まるんやな。行こう。かかりこ村へ。あの平和な時代に戻っておくんなまし。かかりこ村へ。いやー、移動の呪文が使えたらいいな。あ、でも、こっちはそんなにめっちゃ荒れてるって感じしないね。よかった。ボロボロになっとるのとちゃうかと思っとったから。え、こんなところに村あったっけ。ここ何、こんなとこあったっけ。お、あ、牧場か。また来ます。また来ます。あ、なんだっけ、馬もらえるようになるんだよね、大人になったら。いや、まあそのうちもらえるだろう。よいしょー。えい。カリコ村ってどの辺にあったっけ。ちょっともう頭のこれがもう動いてや。でもこれないとお姫様ってわかんないからつけよう。どうしたもんかいね。
何これ。いつもどれくらい王冠かぶっとったっけ。ちょっともう7年も経ったら ゼルダ姫もう分かんない。なんで牧場から逃げるの。いや特に理由はないよ特に理由はないんだけど、あちょっと待って、かかりこ村の場所忘れたんやけど、草原を駆け巡らなさすぎて。どっちにあるんだっけ。あーもう落としもう落としなんでこれこんなに落ちてくる。わけわからんくらい落ちてくるやん今日。いつものこと。よいしょ。あ夜になったらまた魔物とか出んのかな。魔物がピーヤするかな。どっちだっけ。こっちじゃないよね多分。こっちはえこっち、ここだっけ。かかりこ村わかんない。まあ行ってみよう。テンテレテテーン。よいしょ。よいしょ。ダイナミック入店。あ、ここ木こりの村だった。いや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 。あ、治安悪っ。妖精の村なのに治安悪っ。木こり村。機材トラブルかと思って待ってたら、配信テストの画面が残ってました。そう。機材トラブル。ね、前回、コメントが表示されないというトラブルが起きておりまして。まあ、治ったかなーと思ったらやっぱ治ってなくて、それのテスト配信をしました。というわけで、カッパちゃん、おはけんぴーいらっしゃい。ゆっくりしてってね。いや、何なんだろうね。なんかたまにさ、バグるんよ、機材トラブル。まあ、機材にトラブルはつきものやけどさ、ってなるよね。で、結局ね、原因不明のまま、この何、更新したら治ったっていう。よくわかんないことがあるもんだね、っていう。てか、夜やのにさ、この草原で敵に一回も会わなかった。不思議。よいしょよいしょ。かかりこ村ってあそこだよね、確か。こっけこっくん。まあ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 。よいしょしょ。さて、どんな風に世界は変わってるのかな。冠が定期的に落ちてくるんだよな。なんでかはわかんないけど。よし、到着かかりこ村。ちょっと待ってね。ちょっと。椅子のポジションが悪い。よいしょ。パン、ちゃんちゃん。よいしょしょ。よいしょ。ん？手を振ってくださいってわけで、もちまるさんいらっしゃい。ゆっくりしてて、ハケンピー。手振りました。ハケンピー。椅子に座る文化がさ、MKさんあんまりなくてさ、椅子の上とかでさ、こう膝立てて座りたくなるんよね。三角座り？お山座り？体育座り？なんて言うんか標準語なんかわかんないんだけど。よいしょしょしょ。な、よいしょ、よし、行こう。な、とか言って。かかりこ村に来たけども。あら、誰だい、坊や。いやいや、切っちゃダメ、切っちゃダメ。おはっ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 は。こいつハイダルの城下町から逃げてきてから、より一層臆病になってやがる。俺本当に見たんだよ。とっくに死んだはずの、墓守断平がお宝を持って自分の墓の中に消えていくのをさ、なんか怖いことが起きてるんだね。まあまあ、臆病にはなるわな、そら。なんか、死んだはずのやつが、お宝を持って、何？墓に戻っていく姿なんて。あれ？ここ入るようになったんだ。なんか出てる、誰か。どうも。ビルザマス、ヒゲオヤジ、どうやら牧場の仕事クビになったらしいザマス。朝から晩までゴロゴロネタバばっかり、この子の人生にのきなものをザマス。人間、誰にだって辛い過去の一つや二つあるもんさ。あそこへ寝てるヒゲのおじさんにもいろいろあるんだよ、きっと。って。
あ、このおじさん、このおじさん、大工のおじさんよね。マロン元気だから無理は心配かけてすまん、グー。ああ、息子のことを多分心配してるんだな。お、閲覧8名の方いらっしゃい。みんなコメントしてくれたら嬉しいです。コメントしてくれたら嬉しいです。ついでに、攻略のことも教えてくれたらもっと嬉しいです。あら、このおじさん、あれだよね、瓶の中身言ってくださいの人だ。まあ、今何も持ってないんだわ、ごめんな。あ、じゃあ城下町の人たちみんなこっちに逃げてきた感じなんやね。おお、武器屋、なんでも屋さん、いらっしゃい。おお、弓矢とか、あ、剣とか、カートとか。この町も賑わったもんだね。なんかあれだね、かかりこ村。かかりこ村は、なんだろう、城下町が城下町がゾンビだらけになったら栄えてしまったっていう、なんともまあ郊外が栄え始めたみたいな感じ。あ、ポーやん、ポー。物好きな人に売りつけようって。物好きいたね、さっき。お、青い日、妖精の魂、なんかいろいろあるんだね。あんまり何に使うかわかんないものがたくさんある。いまいち何かわかんない。よいしょ。なんかこの世界ではあれなんかな、なんだ、死んだ人が生き返るという。おー、なんか今かっこよかった。帰ろう。よいしょ。墓掘りがね、生き返ったっていう話を聞いたからそこに行きたいんだけど、よいしょしょしょ。まあ、いろんな街を一回回ってみよう。ナビーが多分なんかどっかでイベントが起きるはずだし。よいしょ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 。えいちゃーんぷ。よいしょ。じゃーん、じゃーん、じゃーん。なんかここもまた行けるようになったらしいのかな。お、お、人がいる。この街の井戸の水は歯車の回転で汲み上げてたらしい。今は置かれているがな。おほん。井戸の水、じゃあ今は汲まれてないってこと？ほんとだ。あら、開かないわね。なんか繋がってそうな気もするのに。よいしょしょ。まあいいや。なんかまた水にいっぱいにしないといけないとか、そんな感じなのかな、わかんないけど。よいしょ。まだ訪問してないお家。よいしょと。的屋さん？あー、的当て。はやりたくない。得意じゃないからやりたくない。よいしょ。なんかいろんな人いるね、ほんとに。昔この村には真実を見る目を持つ者が住んでおった。真実を見極めるには心の目を鍛えるほかはない。だがその者はどうやら特別な方法を使っておったらしい。その者の住んでおった家は今では井戸になっておるが。え？さっき井戸あったけどさ、あの奥にってことなんかな。え？そういえば今タランチュラ25個ダメだ。また来まーす。井戸になってたってことは、あの井戸のさ、さっきのさ、岩の奥に住んどるんかな、誰か。真実の目を見る人？そういう設定なんかな。よいしょ。よいしょさて、ここには誰がいたかな。兄ちゃん大きなノリして他人様ん家に勝手に入るなんて親の鏡見てみてよ。まあいいや。ここオレンジじゃないしな。この家はインパ様の家なんだ。インパさんは化け物封じに、墓地へ行かれたんだ。ガノンドルフが現れて以降化け物をのさばってるからな。この村だけが安全なのはインパ様がいらっしゃるからだ。兄ちゃん覚えとけよ。まあいいか。そういえばインパ様帰っていらっしゃらないな。何かあったのかな。この村のうちにある墓地だし、墓守りの幽霊が出るって話だし、まあいいけど。口癖なん。あ、欲しい。これ欲しい。
なんか牛のところにさ体力増えるやつ結構あるよね。なんか前の牧場にもあったような気がする。まあまあそのうち取れるようになるんだろう。よいしょ。あれなんよね、この村には、この村というかさ、ゼルダにさないんよね宿屋さんって。あら、鶏がいないじゃないの。お嬢さんどうしたの、僕が捕まれた鶏。新しいココができたの。手乗りココっていうのよ。このココな鳥肌立たないの。ココはね、寝ぼすきを叩き起こすのよく聞くのよ。有名でしょ。ココも、もうもコケっとやるの、寝ぼすきに起こすと満足するの。でも私のココ今ちょっぴり欲求不満気味なの。あんたってココナッツがうまそうね。じゃあこの卵あげる。生まれたらココのご機嫌は見てあげるから持ってきてね。どう、やってみる。え、やる。卵もらった。美味しいかな。美味しいのかな。お？ああ、違うか。なんか明らかにさ、あそこの火山のところがさ、やべえ色してるんよね。まあ、とりあえず、墓地に行ってみよう。何かあるかもしれない。よいしょ。あ、まあ、昼はなんもないか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ゲットゲット、よいしょ、えい。あ、もう昼は何もなさげだから夜を呼ぼう。歌どんなんだっけな。よー、オッケーオッケーオッケー。笛を吹こう。なんかさ、ゼルダさ、大人になってからすっごい寄り目じゃない。めっちゃ寄り目じゃない、ゼルダ。こんな寄り目やったっけ。よいしょ。さあ、さあ、墓地に幽霊が出ると噂ですが。あ、敵これ。あ、敵っぽいね。ゴーストのポーを倒した。瓶で捕まえますか。はい。ポー捕まえた。まあ、物好きに売れってことなのかな。え、他何もいないの。あ、またポーが入れた。マジで幽霊出るんだね。よいしょしょ。え、なんかもっとイベントないのかな。なんかこいつでかくない。あの肌こっち来て。お、壁にのめり込んでますよ兄さん。タビーに聞こう。Z すると姿を隠す。ほんとだ。おら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 。あ、フォーゲット。瓶で捕まえますか。はーい。フォー捕まえた。え、結構これはいいおかず、お小遣い稼ぎになるのでは。しまう。え、なんか墓地に誰か行ってさ、なんかしてるって噂じゃなかったっけ。誰もいなくない。チェック。うん。え、あれで、あ、あ、こっち方もしてみようかしら。こんにちは。誰かいますか。誰もいない。あ、墓守りの日記がある。読んでみる。読んでみます。これ読んだ人、オーラの墓の中においで。伸び縮みする形見あげます。あなたのお越しを待っております、墓守ダンペ。え、ダンペさん亡くなったん、やっぱり。でもダンペさんの墓わかんねえぜ。ダンペさん。でもどこ？ダンペさんの墓どこ？もうポーめっちゃめっちゃ出てくるやん。まあ瓶で捕まえとくか。空き瓶がない。え、どこ、ダンペンさん、なんかどっか穴開いてんのかな。ああ、こういうことね。便利だね。なんだろう、これ押したりできるのかな。あれ違うな、違うな。ま、潰すか。ほら、ほら、ほら、ほら。
どうしたらいい？よいしょ。あ、アタックしたらいいのか。あららら、ら飲まなくていいの。はい、あれ MKP いきます。ほい、あれと操作下手くそなのがバレてしまう。よいしょ、いきます。あハートのかけら手に入れた。今集めたかけら2個、あと2つで体力アップ。やったね。あんまり本作には書けなかった。ダッペさんのお墓どこ？よいしょっと。どっか空いてるのかな。いや、なんかでも落ち入れそうな感じ。穴はないよね。こっち側もないし。ダンペさんの墓ってどこ？もう、はいはい、幽霊、幽霊。幽霊こんなにいたらもはや怖くないよね。何？どうしたらいいやろ？爆弾とか置いてみる？よし。もう意味ないよね。なんか別にここ断片の墓ですみたいなのも出てこないし。ちょっと断片さんの墓知ってる方。断片、あ、これか断片さんの墓。あ、違うか。こんばんは、初見です。ミドナと申します。よろしくお願いします。だけど、ミドナさんいらっしゃい、くしってね。やっほー。私、イモケンピと申します。しがないコスプレイヤー、コスプレ YouTuber やってます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。なんか、今ね、ダンペイさんのところに、花が植えられる花がヒントです。花？あ、これ？え？何個かあるけど。どういうことなんだろう。あ、なんか唱えろってこと。なんか今掴む手出た。動かせる、もしかして。動かせた、ありがとう。マジでか。行ってみよう。なにここ。へへへ、兄ちゃん足に自信あるんだか。こう見えてもオイラ自信あり。ここでオイラと競争するんだ。ついてこれるものはついてきな。あらら、熱々。近道とかない？よいしょ。あった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 。あ、つ。もうなんか、バオーバオー言うてる。なんか捕まえたら勝ちなんかな。よいしょ。待ってー、待ってー。あ、熱々、熱くなっちゃう。待って、待ってー。どこ行ったん？こっちじゃないね、多分。火ないし。まあいいや。あ、なんかいた。あ、もう、もう、もう。嘘、どこ行った？わかんなくなっちゃった。やっちゃった。あ、なんかチコ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 言うとる。ダメだったっぽい。よし、行こう。コスプレイヤーの方の配信見るの初めて、イエーイ。見てくださってありがとうございます。今ちょっと追いかけっこ頑張ってみます。多分もうちょっとね、こう火を投げるタイミングが分かれば。近くにいないとあれだね、どこ行ったか分かんなくなっちゃうね、これは。確かに。しかも火にぶつかってたら時間ロスしちゃうからね。あー、ほら、言わん。言ってるそばから。あー、多分コインがある方にはいないね。こっちだね。いた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 。あー、これ一回でも木ぶつかったらしんどいな。気をつけないと。よしよし、いいよいいよ。いいよ。いいタイム来てるよ。熱々熱い。上からはなしやろ。あ、こっち行ったんか。
ほい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 。え、ちょっと待って、ちょっと待って。わんわんと釣られた。やったな。3度目の正直、行こう。てか、な、もう死んでもな、追いかけられようとすな。絶対おめえモテてねえだろ。女に、どちらの男だからあれやけど。女に追いかけられたいんだろ、本当は。本当は追いかけてほしくてたまんねえんだろ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいぞ、このストーカーケンピさんが。そうそう体力やばいよな。体力が。よいしょ。え、なになになに、あ、こっちだな。あ、だんだん道を覚えてきたぞ。もうこのプーンって音が嫌になってくる。よいしょ、よいしょ、ほい。あ、ちょちょちょ、もうそろそろ近いだろう。あ、あ、あ、いけただろう。ただいまのタイム1分18秒。やるな兄ちゃん、オラの足についてこれとはいい走りしてるじゃねえか。へへへ、ご褒美にダンペ秘蔵のお宝をプレゼントするだ。フックショットって言うんだ。先っぽが刺さりそうなところえ、バシュッと打つと飛んでいくぞ。いいだろう。役に立つぞ。だからずっとここに住んでからまた来いや。その時またいいもんやるから。それからな、帰り道や、気をつけな。へへへ。ありがとう。にゃん。1、2、3。というわけで。てて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 ごまだりー。フックショットをもらったあのビチ人で引っ掛けたり、引っ張ったり寄せたり引かれたり。お世話が狙って離すと発射する。了解了解。ありがとう、ダンペンさん。こんなものを残してくれるだなんて。何これ。ん？何これ。奥の間に来たんだけど。これ何？あ、早速使って上に行けってことかな。リビュー。無料どうなってる方、サリアのことも心配ね。サリアに連絡してみようか、一回。まあでも一回これ使わせて。せっかく使えるから使わせてよ。よいしょ。え？めっちゃ上まであるやん、これ。てっきり上行けるんかと思ったら。よいしょ。そのレース1分以内にゴールしたらまたいいものもらえます。え、マジで？それは欲しい。どれくらいいいもの？え？締められたんやけど。え？閉じ込められたんやけど。え？これどうしたらいいの？ナビじゃない。え？え、これどうやって出んの？なんか塞がっちゃってんだけど。積んだ？まあ、とりあえず爆弾置いてみる。とりあえず爆弾置いてみる。しょ。開いた？いや、開いてない。え、これどうしたらいいの？嘘。え？出方わかんないんだけど。引っ張る？引っ張れないよね。持てないもんね。嘘。嘘。ちょっと。どうしたらいいんだろう。へえ。まあ、サリアに連絡してみるか。時に関する歌。時に関する歌。太陽の歌とか。あ、時の歌？パープ。あー、パープ。オッケーオッケー。よいしょ。時に関する歌を吹いてみよう。
時に関するやつって見たらどうなんの？ん？何？え？え、どういうこと？時に関するやつをやったら謎が解ける。え、何？あ、これ時計台のとこじゃん。あ、落ちちゃった。まあ、落ちちゃったけど、あれよね、確か。これで、よいしょよいしょよいしょ。ありがとね、教えてくれて。よいしょっと。こんばんはってわけで、ソロンさんいらっしゃい、くしててね、こんばんは、どうもどうも。来てくださってありがとうございます。おけんぴさん、今、頑張っております。よいしょ。この辺に打ってみようか。あれ。ちょっと距離がいるんかな？この曲知ってる。今、ゼルダやってます。ゼルダ、64ゼルダですね。時のブロックと時の盾しか、どかせない。そんなものがあるんだ。この先にも出てきそうな感じなわけですね。あ、ちょっと、取れないんだけど取れないんだけど、取れないやつなのか。よいしょ。これで物引き寄せれるんじゃないの。パキーンっていう気配がねえ。欲しいんだけど、ちょっとこれはあれなんか、よいしょっと。なんかどっかこうパチンってやったらさ、そのまま行けたりしひんもんかね。いけないね。物を引っ張るくらいしかできないわけか。くそー。どうもおじちゃん、いい曲流してんね。ムカムカムカー。怒ったの。俺は7年前のあの日のことを、ここで起きたことを忘れないぞムカムカ。このオカリナ小ザメ、今度来たらボコボコだぜ。今度来てみました。な、何があったんやろ。なんか嫌なことあったんだろうね。タチあれ。よいしょ。さて。あら。あら。取るんだったらさっきのレースするしかないですね。マジですか。さっきのレースもう一回してなんかいいもんもらいに行ってくる？あの、次だったらいけそうな気するから、もう一回行ってみようかな、じゃん。あ、間違えて逆だ。あ、ちょっと待って、なんかさ、なんかナビ言ってたよね。ナビがなんかサリアがどうのこうのって言ってたな。ではサリアのとこに行けフラグなような気がするぜ。ゼルダやってみたいなって。ゼルダ楽しいっちゃ楽しいよ楽しいっちゃ楽しいよ。64なんですけど、だから64だから今安く売ってるんじゃないかな。なんだろう、やっぱり今のゲームと比べたらさ、格ついてんなって思うけど、グラフィックもそんなめっちゃいいわけじゃないしでもね、これがもう25年前、二十数年前のやつと思ったらすごいなって感じよすごいな、こんな風になってんかっていう。よしよし、もう一回行こう。次こそ負けねえかんな。えへへ、兄ちゃん、足にちしちゃうんだよ。オッケー、やってやんよ。1分以内にな。多分ね、この火の玉をね、一回も食らわなかったらいけると思うよね。あ、そっち。あー、引っかかっちゃった。多分、壁沿いあんまり大丈夫っぽいんよね。なんかもう1分無理な気してきた。あー、ブンパパー、ブンパパー言うてる。機材はあるからカセット買おうかな。ありやと思う。楽しいよ。あー、あと15秒。無理か。無理っぽいか。あー、無理だな、これは多分。記録更新ならずって感じな気がするぜ。
あーあー、あの1回のミスさえなければって感じ。さあ、あー残念、ただいまのタイム1分7秒。また汚い忍者プレゼント使ってるのか。ありがたく使わせてもらってます。あ、お金ありがとう。まあとりあえず回復でもしましょう。よいしょ、次こそ頑張っていくなり。体力切れちゃってる。おいしい。よいしょ、美味しいをゲットだぜ。あとのかけを手に入れた。あと1個で体力アップ。よし、まあもういいだろう、もういいだろう。よいしょ、お外の世界に行きましょう。惜しかったね、あと7秒。ああちょっと髪の毛が見えちゃってる。7秒って意外とまああるっちゃあるよね。悔しいちょっと悔しい。かかりこ村の謎はこんなもんかな。よいしょ、まあサリアに一回曲を奏でよう。サーリア、まあ昨日みたいな感じになっちゃったけど、サーリア、サリア、これか。タートットットット、オッケーオッケー。パーポパパーポパパポパーポパポパポ。スイッチ版のスカイウォークソードもうすぐだねって、もうすぐだね。サリと話したいんでしょ。話したい。でもスイッチ持ってるけど。イモケンピー、サリアを聞こえる。イエス。よかった、無事だったのねって。まあ、7年音信不通の幼馴染やもんね。そらだいぶ心配しとったよ、サリア。あんた、私信じてた。サリアちゃん、いいね。今ケンピ、私森の神殿にいるの。森の精霊たちが私に助けを求めてる、そんな気がして。でもここは恐ろしい悪霊でいっぱい助けて。もう一度話す。うん、サリアのとこ行く。じゃあまあサリアの元に行こう。サリアたん大丈夫？おしゃなじみが悪いやつに捕まってたりしたらもう悲しいよ。涙がちょこぎれんよ。今すぐ行くからね、サリアタン。ゼルダってこんなキャラやったっけ。でもさっきさ、チラッて言った感じもさ、めちゃくちゃさ、なんか敵いたよね。妖精の村がさ、悪霊に支配されてて結構やばくない？いしょ、いしょ、いしょ。リスン、リスン、リスン、リスン。まあまあ、でも、あれよね。サリアタン。サリアタンって言った瞬間にめちゃくちゃオタク臭くない？サリアタン。僕が今から助けに行くからね。待っててね。元気でやってる？7年も惜しい普通になってごめん。でもサリアタン一筋だから。あ！温めた卵かいきなり鶏が巻いたよ、不思議。あー、また、あれやね、町に行って、あの、卵あげないといけないやつやな。まあまあ、後でよろう。サリアタン、痛いよ。やめてよ。僕はサリアタンを助けに来ただけなんだからね。もしもゼルダがオタクだったら。久しぶり！嫌な風が吹いてきて森に嫌な奴が増えたの。怖い。そら怖いわな。ついでに強盗も来たみたいだぜ。ま、俺のことだけど。よいしょ、あげる。あ、うん、よいしょ、ほい、どうもどうも。はい、とりあえず喋りかけよう。嫌な風は森の神殿から吹いてくるんだ。サリアが何とかしなきゃって言っちゃったんだよ。もう女性では迷い森を抜けた精霊。あー、あるね。まあ、とりあえず、ハイサリアのこと知ってる変なお兄ちゃんって。そんな時、ミドの兄貴はどこ行っちゃったの？ミドの兄貴？ミドの兄貴だって？そう。まあ、とりあえず、サリアの元に向かえっていうこっちゃな。そこでしょ。まあ、でも、一軒一軒こうやってね、
挨拶回りは大事営業の基本挨拶回りは大事。なんで兄ちゃん妖精連れてるの、おいらたちの仲間じゃないのに。え、7年経ったら忘れちゃわれるもんな、そんなに。よいしょ、あーもうちげえって、よいしょよいしょ、ほいほいほい。うーん、お兄ちゃん森に入っても平気なんだ、嫌な奴にいじめられなかった。デクノキ様がいたとき、あんな奴いなかったにさ、それとは危ないからずっと世の中にいるんだ。退屈でおかしくなっちゃいそう。あー、今の世界みたいですね。コロナみたいですね。まあまあまあ、サリアのとこに行こう。サリアタン。サリアタンどこ？やったか。僕サリアタンがいないと怖いよ、怖いよ。ここから登れないよ。あー、また部屋の中入っちゃった。よいしょ、ほな森へ行こうか。よいしょ、よじガチガチガチ。皆さん結構ゲームとかしますか？でもゲームさんはね、実はそんなにゲームしない人なんだけど、あの最近またニーヤオトマトの続編のさ、ニーヤなんとかっていうのが出るらしいんですよ。でそれを聞いてさ、でもゲームさんはね、実況動画を見てます。あんなないよ、寝てるのかな、寝ちゃってる、部屋の中と森の中。サイちゃんレベル高え。森の中でハーハーはレベル高いよ、サイちゃん。というわけで、依頼者ゆっくりしててね。お、登れるようになってる、ここ。ジャンプ力高くなったね。あーん。無理でした。いらっしゃい、サイちゃん、おひさ。おひさじゃないか。やほやほー。ニーヤはあれ、古いやつのリメイクです。あ、そうなの？あ、リメイクなんや。え、ニーヤの古いやつってことはニーヤレプリカウント？でもあれ、その中でニーヤオトマタっていうのがさ、あの制作グループが、作ってたドラコン、DOD シリーズっていうドラコンドラグーンの、なんか、まあ、続編というか、エンディングが分岐するタイプのゲームなんですけど、その分岐先がニーヤシリーズに繋がってるらしくて。で、なんかね、一番初代の物語の DOD3 に、あ、まだ迷いの森抜けちゃった。DOD3 にが一番時系列的には古いらしくて、なんかね、それの曲が流れてるから、なんかそれに関係性のあるものなんかなとかってちょっと思ってた。まあ、詳しくはあんまり分かってないんだけど、イモケビさんも。よいしょ。そうね、ニーヤオトマタとかさ、DOD の実況動画見てさ、あ、めちゃめちゃ鬱展開なんよ。マジ超鬱展開のやつなんだけど、大好きだよね。少年、なんだお前、そんな小切りっぽい服なんかでごまかされないぞ。おいらサリアに約束したらここは誰も通さない。あ、サリアの曲弾くか。違うな。サリアどうなるんだっけ。頑張って思い出そう。ポッパー、ポッポッパー、ポッパ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 ー、パッ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 。そうそう、ストーリーも DOD と似てる。あ、そうなの？ちょ、イモケンペさんはね、自分でやろうとは正直思わないんだけど、あまりゲームがそもそも得意じゃないから、めっちゃストーリー好きだよね。ニアレプリカントが前に PS3 だね。出て、ニアゲスタートが、それのリメイクよ。あ、そうなんや。新しいやつ？その曲、サリアが友達にだけの教えた曲なのに。わかった、お前信じる。お前見てるとなんだか、あいつ思い出すよ。ってことは、今期新しく出るやつは、ニーヤレプリカント、ニーヤゲシュタルトのリメイク版なんや。なんかさ、DOD3 のさ、最後の曲、最後のボス戦の曲がさ、その CM ソングに使われてたからさ、てっきりなんか、また新作なんかなって思ってたよ。勝手に。勝手に新作なんかなって。ゲスト後お父さん目線外しちゃった。あれやで、お父さんと娘バージョンになるんだったっけ。あー、出てきちゃった。あ、違う、当てた。鬼の聖域。ミッション。この先は狭い、お背中にあるけ、慎重に覚えてる？敵に近づかないようにゆっくりとね。覚えてますと思う。こんなでかかったっけ。怖いんやけど、あまり覚えてないんだけど、
ジンヤオと訳して、それは訳してないよ。途中で挫折してるなって。でもあれは難しいもんね。結構うちも実況動画見とるけど、いやほんまに難しそう。お、怖い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 、マジ怖いんやけど。あいつあんな攻撃的やったっけ。めっちゃ巨人があってね、大きい人が来るの怖いよ。大きい人が来るの。真横いるよ真横いるぜ。明後日はサンライズ、明後日サンライズ、明日はいないけど明後日サンライズだよ。ピースピースサンライズサンライズ、パパ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 。怖くね？ともちゃん怖くね？おー怖い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 。ほんと怖いな。おいしいトンテキ食べたいしーって。イエイエイ、トンテキ、トンテキ大好き、トンちゃん。トンちゃんじゃない、サイちゃん。これは耐久ゲーだな。こう耐久ゲー。キャッケトンテキー。巨大なケンピちゃん、は。ケンピは大きくないんだよな。ケンピは大きくないんだよな。なんかさ、ゼルダってさ、ところどころめっちゃ怖くないあ、なんか、思ってたよりさ、怖いシーンというかさ、結構あるよね。この、トラウマ級じゃないけどさ、怖え、みたいな。あ、こっち行ける感じね。敵は、どんな感じかな。あ、さっき行けた感じね。どうも、真横にいまーす。こっち側行けんじゃね？痛い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 。痛いよ。よいしょ。痛い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 。よいしょ。おい、痛い痛い痛い。びっくりした。びっくりした。はい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 。ポリゴンがゴリポンって思うくらい怖いね。ほんま怖いんやけど。てか、あんなんで一突きされたらもう確実に死ぬくね？おー、やっと抜けれた。怖かった。まだなんかいるくね？あれ、どうやったらいい？怖っ！あ、痛い痛い痛い。ちょっとこれどう？どうしたらいい？ケイちゃん、この巨人の攻撃。これどうしたらいい？これどうしたらいい？怖い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 。これ無理くね？これどうしたらいい？なんかない？光りそうなやつとか。あ、なんか爆弾くらいしかないな。爆弾投げつけてみる。とりあえず。左右繰り返すしかないよね。怖っ！あー！そろそろ死ぬで。そろそろ死ぬで。あ、いけたいけたいけた。もう二度と通りたくない。いけたけど、もうほんと二度と通りたくない。イェーイ！イェイ！ちょっと二の腕ムチムチすぎん？白いからさ、多分膨張してるんよ。二の腕ムチムチすぎてさ、これもう上げた時がムチムチ。ジグザが走ると、かわしやすいって。難しいよ。リング大げさーって、そう。この兄ちゃんさっきもいたよね。あー、いるよね、ポエマ。ね。時の流れは残酷なもの。
そして速さは違う。そしてそれは変わらない。時は流れても変わらぬもの。それは幼き日の追憶。思い出の場所へ誘う調べ。森のメヌエットを聞くがよい。いいな、うちもハーブの方がいい。ちなみにそのゼルダの衣装とかどうやって手に入れたんですか？これ一応特注で頼みました。お兄ちゃんが頼んでくれたんですけど、森のメドレー飛べた、了解。お兄ちゃんが買ってくれたというか、ヤフオクのなんかなんだろう、そういう特注で作ってくれるやつを落札してやりました。今元気また会おうって、ありがとう。曲短ってツッコミはなしもう芋けんぴさんはね、曲短い芸人ってことで有名やから、パー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 、もう ほとんどこう省いとるというか、まあでもさっきの曲を弾けばいいんかな。特注、うん、特注で、まあフルで1万5000円くらいじゃないかな、1万5000、1万8000円くらい。森の整形ワープ、いや今はいいっす。でも、サリアは？サリアいないじゃん。まあ、とりあえず曲弾くか。パーポッパーポッパパポパーポッパパポッパ。いや、違うな。その髪型に合ってるよね。ありがとう。つけたやつ、1個。1万5001円っていうのでね。ちょっとずつ値上がりしていくタイプか。ちょっと待ってね。どうしたらよいんだか。多分、これかな？時の歌？あ、なんか一個回収し忘れてた。時の歌を弾こう。あれ？か。サリアに会いたいんやけど、サリアはどこに行ったん？この曲覚えたらもうそれでいい感じ？なんか森の聖域まで来てって言ってたのサリアじゃね？ちょっとサリア、だから作りがしっかりしてる。まあ、結構しっかりしてます。まあまあ、まあまあいい感じ。まあ、ケンピサリア聞こえる？よかった。無事だったのね。私にちょっと、振動にいる。あれ、ここ森の聖域か。あ、また違う。今の OK なんや。ほぼ弾いてない。押しとるだけ。ここ森の聖域らしいんやけど、森の振動ってどうやって行く？もうあいつに会いたくないんやけど、こいつに。こいつ、しばかれへんの？あ、倒せた。あ、一応倒せるのは倒せるんや。目の前の木に、フック、ショットで飛んで、あ、進んでください。目の前の木？さっきのこっちかな？目の前の木？あ、これか！よいしょ。あ、なるほどね。あ、やっぱ森の振動ってここで合っとったんや。よし、じゃあ、フックショット。届いてない。届いてない。あ、お呼び出ない。あ、お呼び出ない。あ、間違えた。てい、てい、てい。弱ってね、意外と3発でさ、倒せたんやけど、意外と弱いじゃーんっていう。あ、森の振動に来れた。やったー。でもさ、サリアもどうやって来たん？サリア飛べるん？なんかまたいるよ。嫌なやつ。あ、パチンコないや。パチンコないときは、よいしょと。まあ、とりあえず、爆弾を置いといてと。あはーん。あ。よいしょ。
うちも後ろが弱いんだ。そうな、ちょっと メモっとくな。なにこれ、もう絶対ろくでもないやつじゃん。あ、そんなことない、敵かと思った。ダメだね、人を見かけで判断しちゃダメだね、敵だとか。ここ一応振動、振動、まあ、とりあえず多分真ん中に行けばいいよね、こういうのは。なんか誰かリサイタルしてない？なんか誰かリサイタルしてるよね。ウェフォンウェフォンとか言ってんだけど。ちょっとなんか回復するアイテム持ってないかな、持ってないな、私。ちょっと、やーねー。回復アイテム持ってないな。回復できそうなもんないかな。これ何、これは進んでいかないといけないパターンのやつですか。もう、まあまあまあ行くか、よいしょ、まあまあ行くか。あ、ダメだ、行けないくなってる。なんか謎を解けってことなのかな。これは曲弾くやつだな、これは。よいしょ。唐揚げ食べてる時期で回復できます。できません、できません、できませんよ、そんなのは。あれは完璧にモケンピーが喜ぶだけだから。サイちゃんも喜ぶ。あれ、これ消えないの、乗ってたらダメなんか。よいしょ、ほい、バーボーバーボー、よしよし、慣れたぞ、行くべ。回復しないかな。やっぱこれなんか誰か歌っとるよね。わー、今攻撃食らいたくねえな。でも爆弾投げても多分届かんしな。回復アイテム落としてよ。ちょっとなんか誰か回復アイテム落としてよ。いやーねー、またふう。タイランズにキュウリの一本受け分かれますよねって。あー、まあ検討しとくね。検討しとくね。お、これはどういうことなんだろう。どっか行けたりしないのかな。ちか、これでもなんかなんもないな、沈んでも。よいしょ、ちょっと回復したいよ。ピッピ、ずっとピッピピッピ言うとる。ピョピョピョ、よいしょ。多分ツタに登れるのかな。あ、ダメっぽい。あー、ダメだね。こっちか？なんか、いけそうなところ。さっきなんか、ツタはいっぱいあるんだけどな。よいしょ、ピッピッピッ。ちょっと、4月近づいてる。え？あ、敵がいるんか。パチンコ玉がないんだけどな。どうしたらいいかな。初見です。ゼルダシリーズ好きなんですか？というわけで、タコスケさんいらっしゃい、来てて、どうもー。おはけんぴー。というわけで、ゼルダシリーズを、実は私やったことがなくて、だから、やってみたくて、今、この、お兄ちゃんに用意してもらったら、これが、ちょっと、用意されたという感じでございます。あ、回復できた。やったね。なんで、ゼルダシリーズは私、実は、人生で今初めてやってます。ヘビおるな、上にもいんな。いっぱいいるな。まあでもいいだろう。今ちょっと攻撃する術がないから無視していこう。なんかまたいんな、ヘビが。
いつ。ナビに聞こう。縦で塞ぐのよ。あ、なるほど。よいしょ。ね、回復なら神殿を出て地面叩いてくるやつの先にはしごあるんですが、そのはしご登って穴を回復ポイントがあるはず。了解、ありがとう。ちょっと体力やばくなったら一回戻ろうと思います。ちょっと今のところは、あ、でもあと3しかないな。一回戻ってもありだな。ちゃ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 。お兄さん、時をかすすめるのはなかなかいいチョイスですね。あ、なんかね、お兄ちゃん世代ではあるみたいです。うちお兄ちゃん10個上なんで、今年30なんですけど、俺が小学生か中学生の時に流行ったって言ってました。クソ、ハード出たって。やったね。やったね。でもケンピはまだまだ生きていける。よいしょっと。どっちの部屋から来たっけ。こっち。よいしょ。ハード出ろ、ハード出ろ。あー、はい、違う。なんかまたガジガジ言うてる。あ、これで倒せるんか。よいしょ。お兄さん、いいセンスの持ち主ですねって。いやー、まあさすが自慢の兄貴って感じだぜ。さすが自慢の兄貴。よいしょ。押したらいいんかな、これ。あ、水が抜けたと。撮影会も陽性情報。衣装でもよろしく。オーケーオーケー、了解だぜ。よいしょ。これ一応撃ってみる。あ、なるほどね。これで登れたわけね。このさ、BGM 自慢ねんけど、これなんなん。めっちゃ面白くない。あらららら、おめえ何すんだボケ。痛い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 。木の実しか出えへんし。やった。よいしょ。まあまあまあ、行ってみましょう。あい、あ、あのところに回復が。ありがとう、回復。ちょうど死にかけてたとこなんです。あれ、どっちが前だっけ。こっち。あ、こっち来たとこか。よいしょ。先を行こう。もうサリアどこにいるん。サリアちゃんはどこにいるん。あ、なんかお宝めいっけ。よいしょ。あ、逆。よいしょよいしょ。ほいほいほい。あ、あ、回っちゃった。ほい、ガチャン。あ、鍵めーっけ。まあ、登っていこうではないか。まあ、今ね、やっとね、青年期だから、あと 70% あるよってお兄ちゃん言ってて、もう軽く絶望してます。軽く。マジで。結構進んだと思ってたんだけど、まだそんなにあるんっていう。こいつがさ、すぐに回復するくない？どんだけ？とりあえず、そう。えい。こいつは、これでしばけるんかな？ん？攻撃できてるんかな？ほら、来いよ。よし。すぐに回復するかめっちゃ嫌なんやけど。サリアこのボスに囚われてる。マジで。これは長い戦いになりそうだって。よいしょ。あー、黄金のタランチュラは出てこないと。よいしょ。あ、もうちょっと近づかないとダメ。よいしょ。よいしょ。あ、これ以上上向けない。じゃあ一歩下がって。ほい。これでどうだ。
ほら。あー、ダメっぽいな。ってことは、まあ、でもちっちゃい鍵手に入れたから、もうここはいいんかな。よいしょっと。あ、そうだそうだ。鍵があるから。片打ちに攻撃。そうだそうだ。あ、これ全然行ってない、もしかして。まだ先がある。まだ行けてないところがあるみたいだね。よいしょよいしょ。ここに登らないといけないんだけど、ツタが伸びてないんだよね。なんかあそこにあるんだけどな。どうやって行くんやろ。なんかこうどっかから登れたりしないのかな。ダメっぽい。これは水の中だな。難しいおすな。難しいおすな。よいしょよいしょよいしょ。このツタの上からいけないもんなんかな。よいしょよいしょ。登って登って。ここ登れるってことはなんかどっかつながってそうなんだけど、ダメだね。わからんわからん。よいしょよいしょ。来週は、あんずちゃん？ん？違う。みつあん？ん？セタン？いいね。セタンがいいね。よいしょ。この曲何なんやろ？この曲は何なんだろう？このテンションの高い曲は。よいしょ。残るか。てて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 て。あ？同じようなとこばっかで分かんなくなってきた。痛い痛い。はい、打ちこう。で、全然当たんないんだけど。お。えい。当たんないんだけど。お。よし、当たった当たった。さて、こっちはまだ来てないから、何かできるところが、きっと、あるはず？なんだけど。え、わかんないな。よいしょ。あらららららら。どうなってるってばよ。どうしたらいいんや、これは。これは、どこへ向かえば。こっち？あ、また閉じ込められた。あれ？これ、あれだよね。ん？あれ、締め出された。難しい。伊勢丹は来た。伊勢丹？おお。あ、回復。ありがとう。あ、魔法回復。魔法よりハートが欲しい。ハートが欲しいな。ちょっと、まだ全然多分私は謎が解けてないんだな、きっと。お邪魔しまーす。あ、違うな。ここ入り口だな、多分。こっから来たな、私。よいしょっと。こっから来て、こうなったんか。で、今はどうなったんだっけ。あ、鍵見つけたから多分どっかの鍵が開けれるようになってるのかな。あ、この辺で、よいしょ。開けましたと。
またあなたですか。ほいほいほい、退治しまして、扉を開きまして、その先には何が、またお見えか。どこどこどこ、後ろ姿さ、千と千尋に出てくるあれみたい。あ、倒した。よいしょしょ。え、そうしましたら、こっち、ん、穴もない。よいしょしょ。こっち、入り口の上に鍵があるんですが、まずそれを取っておいた方がいいです。入り口の上に鍵、鍵な、ないべ。また別のところかな。よいしょ。まあ、登っていく。よいしょ、よいしょ。まあ、登っていく。ん？リスン、この絵解説が書いてあるよ。唱えろってことなんか。あ、違う。何この矢印は。矢印が書いてる。振動の入り口です。え、ってことはなんか唱えろってこと。とりあえずサリアの曲を弾く。落ち着くね。いや、ってわけではない。あ、違います。今サリアじゃないです。助けに行くから。了解了解了解。オッケー。まあまあ、振動といえば、この曲。まあ、変化はないね。まあ、行こう。こっち？押して、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 空に押して、押して、押して。あ、なんか多分矢印通りに持っていけってことなんかな、多分。よいしょしょしょ。おい、じゃあ、もうちょっと奥ですね。こんなもん？ちょっと。まあまあ、押していこう。あ、多分右側にあったから、あれのことかな。よいしょ。よいしょ。よくしょ。あ、よいしょ。あれやっと。で、戻って。よいしょ。押すと。よいしょ。よいしょ。多分こうしたら、なんか起きるんやな。戻ると。これ続いていくパターンね。さっきなんかね、ドア見つけたから先にそっちに行ってみようかな。よいしょ。なんだっけ、こっちかな。あ、はしごでした。はしご、はしご、はしご。はしご登ったらどこに着く？ん？ん？まあ、さっきと同じかな、多分。あれ？違うな。別のところだな。あ、あー。入り口戻ってきてしもうた。まあ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 、行こう。よいしょ。あ、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 踏んでない。なんかさっき、はしご登った先になんかあったから、それを、行こう。ダメだ、謎解きは。謎解きが、はディナーの後でに。よいしょ、何言ってんだ。よいしょ。いやー、あれやな。謎解きが続いたらさ、もうダメなんだけど、眠たくなっちゃうんだよね。赤ちゃん、赤ちゃんだから、今、ケムさん。赤ちゃんだから眠たくなっちまうよ。あれやんね、多分。もうバシコってやるか。お。よいしょ。よいしょ。あ、間違えた。あ、違う。
なし。頑張れ、頑張う。俺、敵あれで押せると思ったんだけど、パチンコ多分使えないよね。俺も、パチンコ。そうだね、使えないよね。落としたらいいやろ。まあ、またいずれ来るのかな。よいしょ。こう。まあ、お先に、こちらのやつを。よいしょ。よいしょ。押していきまして。これ、押したら。あれ？お、お、お？お、お？もう一回降りるか。なんか、そしたら道が開けてるかもしれない。開け、夢の扉。よいしょ。こっちこっちこっち。よいしょ。ほい。登ってー。はい。登ってー。よいしょ、よいしょ。こっちに押していくと。そしたらまたなんかこうくぼみかなんかがあるのかな。でさらに上の段に行ってみたいなことなのかな。よいしょ、はい、行きまして、よいしょ、はい、登りまして、お、大人パチンコで遊ばない。いや、パチンコで遊ぶのは大人でしょ。じゃ別のパチンコやな。あ、またいた。おしゃこい、おしゃこい、おらこい。あ、どうも。ん？あれ、もう一人くらいおらんかった？いなくなったね。ヘイ、ナビ、リスン。鍵がついたら鍵がないと開かないよ。鍵がないもんね、今。もう撃ってみるか、とりあえず。よいしょ。お、どう？お。それでも違うみたいだしな。どうしたらいいんやろ。これは何の証なんや？まあ、まだ鍵が足りないってことは、どっかから鍵を取ってこいってことなんやね。先になんかあれかな、大元の、なんだっけ。謎を解いてしまったということなのかな。だいぶ高い。だいぶ高かった。ここに橋、ここがない。まあ、じゃあ、また今度来よう、ここは。また今度来まーす。よいしょ。体力がないから一回回復しに行きたいな。なんだこれは。あ、やっぱお化けは悪者だったんだ。この火を多分灯すために今私は戦ってるんだな。よいしょ。あ、いた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 。体力ないのにやめてよ、もう。なんだっけ、出たところにはしごがあって、そこで回復できるところがあるんだったっけ。もうなんかまた変な鬼してんの、いや。あー、ちょっとあと体力がやばいよ。出ちゃったじゃん。絶対敵増えとるやん、もう。
もう回復回転出してよ。はいはいはい、はい、攻撃する、はい、しばく、はい、はい、攻撃して、はい、攻撃して、はい、しばく、はい、攻撃して、はい、しばくと。ほいほいほい、体力がやばいよ。なんだっけ、なんかどっかに回復アイテムあるよって言ってくれてたんだけど、神殿出て、出て、どこだろう。あはん、わかんないよ。落ちてこないな。えい、これ登れるのかな。登れる、あ、登れた。下を登ったら、よいしょ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 、何かあるかな。あっあっあっ、いただいた、だい鍵があります。あー、先に体力回復しに行こうかな、死にそうだし。え、これどうやって降りんの。木から行けるんかな。あー、普通に降りれた。回復アイテムどこ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 、回復しないとやばいよ。よいしょ、ちょっとちょっと、はい、リスン、これはどうなってるかさ、サリアのことも心配ね。まあ、サリアの元に行けっていうのはわかるよ。でも体力があと半1しかないんだわ。1しかないんだよ。この外出たくないんだけどね。そしてまた外に出ると、マジで。いや、この外出たら芋ケミさん確実に死ぬべ。ゴシップストーンの前でゼルダの子守唄を吹いても妖精が出てきて帰る。ゴシップストーン、ゴシップストーンってこれ、これにゼルダの曲、ゼルダの子守唄かな、これ。で、体力減らすと。え、これ回復石やったん。なんか妖精出てきた。ほんとだ。え、マジでこの石って回復してくれるためにおったん、知らんかってんけど。今までなんか至るところにあるなと思っとった。マジか、知らんかった。これから有効活用していこう。ありがとう。よっしゃ。回復したからもう芋ケミさんに怖いものはないよ。行こけー。ほな、行こけー。はいはいはい、ワンちゃんワンちゃん。ワンちゃんワンちゃん。よしよし。あわん。今日中にこの神殿攻略したかったけど、塗りそうやなー。の芋ケンピ的に。ちょっとね、今日はね、10時くらいに配信終わろうかなって思ってるんだけど、ちょっと厳しいかもしれんな。あと30分で終われる気がしないぜ、ベイベー。終われる気がしないぜ、ベイベーベイベーベイベー。おっ、あー、痛い痛い痛い、もう。ここで無駄に体力減らす。ちょっと誰かさ、マジでさ、ゲーム力のある人にさ、やってほしいんだわさ。いやいや、でもね、これをね、当時小学生とか中学生とかやってたと思ったら、芋けんぴできるはずないよ。よしよしよ、行こう行こう。だからなんかさ、それもさ、ガシャガシャ言うとるんだよね。多分ヘビが、ヘビじゃない。雲が、その辺に、あ、いたいた。届くか？届くか？あ、届いたわ。神殿の出入りを繰り返して、今の繰り返しは瓶にだって補充できますので活用。あ、そうなの？え、瓶の中にあれを閉じ込めることができんの？ちょっと妖精使い荒くない？
考えた人妖精とか荒くない？妖精だってさ、落ちないで落ちないで、もういや、うっとうしいね、おめえら。はいはい、ワン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 。もういや、もういや。もう、てかさ、何気にさ、その回復ポイント無料で回復できるポイントゼルダのボケ少ないなと思っとったんよ。その割にさ、叩いたらさ、時間だけ教えてくれるやつめっちゃおるやんと思っとったんよ。あー、そういうことやったんね。そういうことやったんやね。もう下うるさい。おっ、よし、行けた。あとは、このままゆっくり歩いていくだけ。あとはこのままゆっくり歩いていくだけ。よくとはこのままよし歩いた。オッケー。ごまたねー。小さな鍵を見つけた。よいしょ。さてさて、あとはこれを戻りまして、ほい、はい、パパラパーン、10点。あ、はい、ヘビ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 じゃない、クモ。ケンピちゃんはやれる子、私はやれる子、頑張る子。でも攻撃受けてる。えい、よし、行こう行こう。ケンピやれる子、できる子、あと30分でこの宮殿をクリアしてみせるぜ。なんだっけ、なんかどっかまだ鍵開けれてないところ、マップ見よう。マップ、マップ的にさ、めちゃめちゃ広いよね。こいっ、まあ、ほら、なんかまださ、地下とか縄とかいっぱいあるんよ。まあ、とりあえず1階のまっすぐは多分行けないから、あーらららら、左、斜め左目、こっち側の中まだありそうだね。この先にも鍵があるんですか。ホールの先、さっきのホールのとこちょっと戻ってみよう。よいしょ。ホールの先、ホールの先、ホールの先ってどこ、ここ、よいしょ。あ、なんかまた虫の音が聞こえた。よいしょ。強い敵がいるん？あ、しまっちゃった。わー、ほんまや、なんか見るからに嫌な感じする。まあ、とりあえずリスしとく。あったら痛いね。あ、死んじゃった。本当だね、ダメだねこれ。回復いるね。難しいよ。すどっから始まるのかな。あ、こっから、あ、え、あ、こ、回復しとこう。回復回復、ワン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 。やだ、私の鍵が、私のうちの鍵もらっといた。ね、ん、え、違うか、これゼルダの曲だっけ。ゼルダの子守歌、あ、違う、当てた。うせさん、うせさん、ちょっと、よせさん、よせさんヨセさん、どっか行っちゃったんやけど。あら？あら？
リスン。あらら。一体一回で入りするか。お邪魔しました。お邪魔しました。ちょっと、回復しないで、妖精さんちょっか行っちゃったんだけど。妖精さーん、妖精さーん、あーこれは一回上に上がってて排除しないといけないやつですね。よいしょ、はい、よいしょ、はい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 、おい、間違えた。よいしょ、オッケーオッケー。で、一回こっちに入ります。で、はい、戻ります。で、まあ、ジャンプしまして、ぐるんと。で、もう一回唱えると、おめでとうございます。そんなことある？あ、オッケー、妖精ありがとう。なんかね、今お化け捕まえてるよね。お化けいらないか。虫もいらないか。よいしょ。まあ、虫逃がすといいて、バイバイ。売ろうと思ってたんだけど。よいしょ。よいしょ。あらららら。ほい。来まして、で、一回出まして。よいしょ。で、もう一回、こうやって。あれ、妖精出てこない？服が違う？服違った？あれ、サリアの子守唄だっけ？時の歌じゃダメだった？ここじゃないな。違いまーす。そう、じゃあ私と話す。誰？ゼルダの子守唄だっけ？パポーポーパポー。妖精出てこないんだけど。あらら、あれれ、どちらも大丈夫。でもなんで出てこないの。もう一回ちょっと出入りするか。一旦こっちに来まして、はい、ピーや、あばよ、おーい、ぐるん。で、あったあった、捕まえた。オッケー、これでよし。うちは美味しくいただきました。ありがとうありがとう。エコだね、エコエコ。よいしょ、バシャン。痛い痛い痛い。で、これで、さっきの敵をボコリに行こうぜ。せいえ。はいはい、くもちゃーん。できそう。なんか、戦えそうな曲歌おう。おーおー、命ある限りは恋せよ乙女。動画にさ、ゼルダ動画にしとるんやけど、歌とか歌っとったら、あの、著作権引っかからんのかな。そんな上手くないから大丈夫か。
別に無視して言ってもいいんか。そう。おお、命ある限りは恋せよ乙女。血祭りだわ、かかってこいや喧嘩堂々。ガードしててもたまにさ、こう攻撃受けるのなんなの。よしよしよし、1匹目倒した。あ、なんか後ろでなんかやばいポーズ取ってるお兄さんいるんだけど、怖いよー。痛い。あ、どうしたじゃん。え、全然余裕やん。まあ余裕とか言わない。キラ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 ー。何？レベルアップ？おお、なんかいた。よいしょ。ほい。よいしょ、開く。おまだれー。鍵ゲットー。おまじさん、こいつが犯人です。予選単5締めです。うん、まあ、せっかくやからご指名されておこうじゃないか。これもさ、入れれんのかな？ん？わかんないけど、え？妖精って何回も使えるの？それともなんかもう一回妖精捕まえた？はーい、お邪魔しましたー。なんかこっちからね、声がするんだよね。あれか。チコ。ナンピラゲットー。よいしょ。もうこれで結構いろんなとこの鍵開けれるんじゃない？わかんないけど。鍵を開けに行こう。ソラブで聞きたかったなって。いつか歌うな。いつか。もう一年も言ってくれてるから、それはもう歌わないと。はいはい、表向いて、はい、でしょー。一緒に攻撃受けたんだけど。今、ツーリーダーはかかってこいや、喧嘩上等、あーい。ちなみに要請1回だけ使用できます。あ、じゃあまたかうちは新しく1回捕まえたってことなんか。あ、じゃあまあってことは使わなくていいってことは今ここにセットしとかないといいってこと。あ、じゃあセットはしとかないといけないんだっけ。かっこつけてるその気になって、大事なことは全部置き去りにして。よし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 。あららら、待って待って。男なら誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思い切り感想り抜け、転んでもいいよ、また立ち上がればいい。ああ、なにこの廊下ねじれてるよ。ちょっとしょかなくて大丈夫。あ、本当に？あ、戻しとこう。さあ、オッケー。不思議の国のアリスみたい。転んでも、上から降りてくるモンスターの影に気をつけて。オッケー。お前さん、この15歳の谷は持ってますって。うち15歳じゃないもん。無視していいのこれは。何？普通に進むよ。嫌な予感するんやけど。やんね。
さっきは2体相手したんだぜ。1体なんてへっちゃらか。大丈夫？さっきそこに死体あったぜ。あ、また出てきたわ。またおった。知らずに倒したい。うわ、こいつは回復すんのか。え、めんどくせー。2体同時に倒せってこと？ナビ2回聞こう。あー、ダメだ。あー、死んじゃうよ。あー、一応難所です。あ、本当に？ダメじゃん。ちょっと何回こいつら生き返る。まあ、とりあえず叩くか。そうそう手がつりそうなんやけど。OS! いけたぜ。ちょっとマジ手つりそうなんやけどこれ。あ、よいしょよいしょ、いけたいけた。妖精さんありがとう。よせさんありがとう。よいしょよいしょ。はいはい、開ける。一定時間にもう一体倒された。円通貨難所。ああ、なるほどね。そら難所だわ。もう手がつるわ。ずっとこうやっとる。妖精の夢を見つけた。ほうほうほう。なるほど。あ、それでさっきのあれがいけるわけね。なるほど。なんかどっかにまた妖精いないかな。どっかにまた妖精さんいないかな。よいしょ。あら。ん？妖精さんどっかにいないかな。なんかナビとか捕まえてさ、回復できひんかな。あれだって、これどっちから来たっけ。あれ違うよね。こっち来た方。あれ どっちから来たっけ。髪型が丸前さんに似てるって。おー、パチパチありがとう。あ、これ右側にあったから逆方向か。こっちか。丸前さんって誰？ちょっとどこの女よ、サイちゃん。どこの女のこと言ってんの。パチパチありがとね。よいしょ。お、弓矢めっけ。やったね。あ、パチンコ代わりになるのかな、多分。よいしょ。よいしょ。これなんなん？これなんなん？あ、キャ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 って言いながら消えていくんやけど。あ、鍵持ってないよね、多分。リスン、鍵のついた鍵は鍵がないと開かないよ。鍵持ってないんか、今。ちょっと、もう鍵がないから行けない場所多くない？多くない？またあけけけ言うてんねんけど。まあけけけ言うてんのはなんか関係があるんかいね。そうでもないんかな。てかもうこの部屋っていうか、このダンジョン鍵いっぱい必要すぎん。あ、いたたた。
しょ。あ、でもここ一番の難所だったら多分もうあとは謎解くだけ。それが一番芋けんぴにとって難しいっていうところはあるんだけど、これなんなん。妖精様とお呼び。妖精様妖精様。うん、なんではしごがポッキリ折れとる。あ、落ちた。え、あ、お、なに、なんかいた今。あ、あったあった、はしご。なんかいんね。よいしょよいしょ。え？このとこに宝箱があるよ。いや、あ、え？あ、多分なんかいつか傾くんやな。あ、この道が多分垂らされたらいつかなんかこういい感じになるんだろう。絵に矢打ってみたくないですかって。え、今度打ってみる。え、打った方がいい？戻った方がいいのかな。弓矢をまだどこでも打ってない気がするな。私が瓶に入りますねって。サイちゃん召喚って。サイちゃん召喚。サイちゃん召喚したら一緒にあの投擲とかも召喚されてほしいな。召喚されてほしいな。こっちに確か弓矢を打て的なマークがあったような。あったよね。弓矢打つか。よいしょ。お、お、なんか落ちてきた。ガチャン。まさかの弓矢で弓矢の束見つけるっていう。この下は、よいしょ。はい、たた。どうしたらいいんかいね。よいしょ。まだ行ってないところ。まだ行ってないところたくさんあるのか。よいしょ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 。ああ、もうなんかたくさんでなんか頭いっぱいいっぱいだよ。うん。よいしょ。なんかこっちも多分まだ謎解けてないとこあるよね。またあなたですか。えい。よし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 。まあいいや、無視しよう。なんだっけ、どっかなんかあったよね、確か。え、絵に矢を打つは攻撃のヒントです。攻撃のヒント？あ、攻略のヒント？あ、じゃあ、ちょっと後で、行こう。ありがとう。なんかさ、どっかもまだあったよね。なんか、なんだっけ、こう、あの、何？弓矢が打てそうなとこ？よいしょ。アホか。なんかどっかまだあった気がするんだよね。あー、うとしい。もうこれ、これさ、なんでさ、敵さ、復活すんの、マジで。めんどくさいんやけど、倒すの。殺虫剤巻いたろか。あ、もうマジ、いつか絶対殺虫剤巻いてやるからな。覚えとけよ。来た。これ、なんか多分こっち側から通ればいいよね。よっしゃ。来ないで、来ないで、もうもうこいつ転落死するて。いや、マジでさ、雲とかさ、どこ向いとるんか分かんのよ、こいつが。今、どこ向いとん。あー、どっち？こちらどっちよ。あ、
向こうの前にさ、もう本当にさ、こう一気にピシコって倒す方法ないかな。倒せたわ。バカバカ。ブロックの迷路の先にあるやつのことじゃないですか？ブロックの迷路の先。ブロックの迷路。ブロックの迷路ってどこだっけ？さっきの弓矢のとこじゃないよね。弓矢で撃ったら弓矢が出てきたとこ。どこだっけ？ん？おい。よいしょ。ちょっか。あ、待って待って。クモがいる。はいはい、クモを、ベチコット。トンテキ召喚するけど、ケンピちゃんが、この手はちが、ゲットしますね、チャラリーンって。もう、今日だけやでって。今日だけやでって。あ、でもこれさっきやったもんね。よいしょ。こう。これ撃っても意味はない。これ意味はないと。じゃあ違うのか、やっぱり。あ、ちょっと待ってよ。どっか行けそうなところ。あ、意味はなしと。この先に、この先に行く通路がないんだよね。なんか弓矢で撃てる。ほほ。いや、撃てそうにないな。蛇くらいやな。蛇じゃない。クモ。クモは倒せる。ブロック押したとこあるじゃないですか。その先にスイッチがあるんです。え、マジで？あ、じゃあ、そっち行こう。マジか、マジか。もう覚えてない。記憶力がおじいちゃん。あ、もうダメだ、取れない。よし、帰ろう。帰ろう。よいしょ。え、なに？どこだっけ？石のところ。石のとここっち？ブロックをしてたとこって。こっちだったっけ？記憶力、おじいちゃん。ああ、痛い。あれ？こっち出口だっけ？あれ？ん？あ、これ神殿だね。あ、ついでだから妖精捕まえに行こうかな。なんかめっちゃハート落ちてんねんけど。あれ、ハート落とせよ。落ちてこなかった。ブロックをしまくってたとこ逆方向か。もうなんかさ、ここさ、これ何？シンメトリー？シンメトリーやからさ、めちゃくちゃさ、迷うよね。どっちやったっけって。こっちか。夜食買ってきた割に食べてないんで。よいしょ。え、こっちじゃないか。え、こっちじゃないよね。あれ？え、どこだっけ？あ、もうダメだ。おじいちゃんだもん、私。え、ブロックをしてたとこってどこだっけ？あー、もうわかんないよー。こっちか。よいしょ。この祭壇の上か。よいしょ。開け、ごま。はいはい、クモクモ。右です。合ってるってことかな。あ、そうそう、この先ブロックをしたとこ、ブロックをしたとこ、ここだよね。そっか、あったかな。ちょっとちゃんと見よう。
ここで合ってるよね。この先？こっち？かな？え、こっちでも、あれ？なんだっけ？こっちはさ、さっきのさ、あれにつながるんじゃなかったっけ？あれ飛んでくるやつの部屋、よく見てください。スイッチあります。あ、こっち？ここ？え、この部屋をよく見る。どこどこどこ？この上を行ったらさ、さっきのさ、あの絵のとこだよね、確か。え？あ、あれか！ほら、来いや来いや。ほら、来いや来いや。ほら、ほら来いや。ほら、来いや来いや。ほら、ほらら。かませ犬感が半端ない。もうな、もういいや、無視しよう。これ。いけた！ありがとう！あ、ひっくり返った？よっしゃ、行こう！でい。ありがとう。さて、20超えたし、うちはお風呂入るわね。ちょっと覗かせてよ。てか、22時超えたから、イムケルさんもそろそろ、ゲームやめようかな。やめようかなというか、また来週続きにしようかな。じゃあ、最後これを開けて終わりにしよう！ちゃ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 。ごまだれー。ね、ボスの鍵手に入れちゃってんけど、これボスまでやれってことやん。これもうボスまでやらんとあかんやつやん。なに？あ、なんかどこ連れてかれたんやけど。あ、まあなんかキリいいからいいか。あ、来週はボス戦です。来週はボス戦です。というわけで、よいしょ、こちらで。ありがとうございました。たくさんね、今日はたくさん見てくださって、攻略教えてくれてありがとうございます。というわけで、ここまで見てくださってありがとうございます。来週もね、多分8時からか、2時間か1時間かやると思いましたので、また見てくださったら嬉しいです。というわけで、おつけんぴー！バイバーイ！またねー。